シンガポールのセブンイレブン、製造はタイのプランタレー、セブンセレクトミゴレン、揚げ麺に液体売り粉末ソース、調味油がついています。麺は扁平断面で輪郭は明快ですが、汁なし麺としてはややだらしない食感です。カップの口ギリギリ麺があるので最初はびっくりしましたが、箸で麺を押さえて湯切りをしやすくするための配慮のようです。ソースはミゴレンとしては旨味や甘さ、香りが控えめでおとなしい印象の味です。刺激もほとんどありません。マミソを使っているようで独特の香ばしさがあり、また舌触りがザラザラしています。具は何も入っていません。割り切りがいいもののちょっと物足りなさを感じます。不思議なことにこの製品からは東南アジアとか南国の雰囲気が全然漂ってきませんでした。